MTV マックスの提言チャンネル。これね、超可愛かったの。さあ、やってまいりました。第2弾の開封となります。今回は秋冬物になっております。いつ行ったっけな、展示会。いつだっけ、5月ぐらい、いつ行ったかもまた覚えてないってことは、何を注文したかもまだ覚えてない状況になっているので、ちょっと私も楽しみです、何を買ったか。早速行きたいと思います。なんだっけな、渋い色だぞ今回は。ちょっと待ちよ、待ちよ。まあなんか秋冬っぽい 色だね。オッケー、行こう。これなんだっけ。あ、わかった。トレーナーがフリフリついてる。見てる。そう。私意外と黒のトレーナーって持ってないなと思って。そう、買ったんだ。これを覚えてる。大丈夫。今のところも記憶が本当にやばいの最近。5月でした。5月だった？そうだよね。5ヶ月前。まあ記憶遠のくよね。あ、よし。今日のでもいいじゃん。パンツともね。よし。これね、超可愛かったの。今回ちょっとセットアップ気味かも。これはもう閉店取るときに大活躍。ジャージなの。可愛くない？これジャージですか？そう。可愛いでしょ？私横見てたらダメだよね。鏡見ちゃダメだよね。そう。プーマのコラボ、そう、バラ加えてるの。ちょっと可愛いでしょ。見た。可愛いよね、なんか。ジャージなのに可愛かったな。赤と黒があって悩んだんだ。あ、可愛い。そう、赤と黒があって悩んで、ミキティが絶対ミーナさんは黒ですよって。あ、やった。ね、可愛いね。これだったらスーパーに行ける。ジャージでスーパーに行ける、これなら。いいね。でもなんか黒だね。ダックだね。さあ、飽きたよ、私の好きな色。ほら、おなじみの、私前回に引き続き私の好きな色。あ、そうこれも超可愛いんだよ。なんだ、実は。まあ、やっぱり可愛いでしょ。スカートなの、可愛くない？スカートちょっと面白くて、インもいけるし、可愛いよね。ねあ、いい。あ、可愛い。ずっと可愛いしか見てないけど、私大丈夫？またこれは一目惚れして、赤子が色違いまさかの色違いで買っちゃったんだよね。でもわかるでしょ、私が好きそうなの。これ黒もあるの、実は。だけど黒はまあ散々買ったから、ちょっと冒険でと思って、まさかの色違いで。ほら、全部セパレートで使えるじゃん。一点ずつでも使えるし、セットアップでも使えると思って、まさかの色地を買ったんですよ。お気長いでしょ。かわいいじゃん。やば、すごいね、ここで公開。なんか生着替えしてるけど。あ、赤もかわいいね。ちょっとなんかまた意外なミーナさんが見られてね。出しても可愛い。
方でもいい。あ、いいですね。ちょうどいいあの素材感です。もうない、今回ここまで。なんか可愛いお買い物できた気がする。赤の色が入った。そう、本当良かった。なんかまたアスカラーばっかり並べるのかと思って若干自分で不安だったけど、今回はちゃんと赤も派手な色もあったのでよしとしましょう。はい、次回はじゃあまた春先ぐらいかな、似たような色を買わないように気をつけながらお買い物をして開封動画にしたいと思います。ありがとうございました。あー、よかった、可愛かった。これが多分ちょいちょい出てくるよ、私動画撮影してるとまた来てくるから。絶対これも可愛いじゃん、これと。